スペインガリシア州、オーレンセ県、オーレンセにある、スペイン鉄道インフラ管理機構の管理する駅である。モンフォルテデレモスとビゴを結ぶ路線を呼び、マドリードとサンティアゴでコンポステーラを結ぶ路線が乗り入れる接点であり、ガリシア州で最も重要な駅となっている。 1920年から1930年にかけて、オーレンセを経由して、アコルーニャとサモーラを結ぶ鉄道が計画され始めた。同時に、すでに開業していたビーゴとモンフォルテデレモスを結ぶ路線の駅はサモーラからの路線と接続するために移転する必要が出てきた。またサモーラからの路線はミーニョ川を渡る必要があった。当初、 元のラスカルダス駅を貨物駅にして、別地点に新たに旅客駅を設置することが考えられたが、最終的に技術者は、オーレンセには貨物専用駅が必要なほどの貨物需要はないと考えた。24線の駅で旅客と貨物を取り扱うことを決め、旅客列車に5線、貨物列車の仕分け線と留置線に10線、高速貨物列車に2線、 家畜貨物に2線を割く計画となった。オーレン線エンパルム駅建設のために217,100平方メートルの斜面から150万立方メートルの土砂が取り除かれた。計画は変更され、46線の線路が敷かれ、26線が貨物用に、15線が予備機関車用に確保された。さらに、合計七千平方メートルの土地に、車庫、転車台、店舗、 職員宿舎が整備された。機関庫は最大で機関車60両まで収容できるように設計された。オーレンセエンパルメ駅は1952年9月23日に広がす気境の祝福の下フランコによって開かれた。駅は徐々にモンフォルテでレモス駅の役割を奪っていき、現在、ゼンガリシア州の列車運行の中心は当駅に移っている。 1000平方メートルを占める駅舎は、トバール・ビスバルギー氏の手によって、ガリシア独特のパソの様式に似せて設計された。最も長いプラットホームは有効長260メートルで、ホームは地下通路と階段によって連絡されている。数年後には高速鉄道アベニューの列車が、駅に乗り入れる予定になっている。メディアデスタンシア・リン・フラルガデスタンシア、グランデス・リニュース。 バスク州方面からのアルコカミーノで、サンティアゴやマドリードから、ア・コルーニャやビーゴ、ポンテベドラなどへ向かう列車は、当駅で、行き先別に2編成に分割される。この分割には15分から20分程度を要する。また、サモーラからの路線とサンティアゴでコンポステーラや、アコルーニャへ向かう路線は、 非電化であるの対し、b ゴとモンフォルテを結ぶ路線は電化されているため、b ゴや、モンフォルテから非電化区間のサンティアゴでコンポステーラーや、サモーラへ向かう列車は当駅で、機関車を交換しなければならない。1アリカンテ業が土曜日、アリカンテ発が日曜日運行。 h t t p w w w l w e i o z d e g a l i c i a s h e m e r o t e c a 2 0 0 2 0 2 1 9 9 6 9 2 8 4 s h t m l イジオマイコールカステラーノ&、イジオマイコールカステラーノフォーメントキエレマンテネア、ラエスタシオンオーレンセ、インパラメパララルタベロシダド。 ありがとうございます。